アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされながら、あのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年9月28日、場所は広島広域公園第2球技場にて、2024中四国学生アメリカンフットボール選手権2次トーナメントの一戦が行われます。試合開始11時30分キックオフ予定になっております。その1試合目は山口大学ギャンブラーズ対高知大学マリンコーズとなっております。両チームその試合に先立ちまして、試合開始前のウォーミングアップを終え、現在最終確認を行っております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まずは本日はホームチームとして、手前側ホームスタンド側にカラーユニフォームブルーをまとってこの試合に挑む形になっております、山口大学ギャンブラーズです。現在中四国学生を2連覇達成しておりまして、現時点におきます優勝候補の筆頭の一角にある強豪の一チームとなっております。今シーズンもその一次リーグを見事 A ブロック1位通過しまして、堂々の形でこの一戦に挑んでまいりました。今シーズンは未踏と、今まで達成したことがない3連敗に挑む形になっております山口大学ギャンブラーズ、現在その試合前の状況確認を終えているところにあります。さあこの現在王者としておりまして君臨している山口大学に対する形でこの試合に挑まんとしておりますのが、反対側バックスタンドに陣取っております、本日はホワイトをまといました高知大学マリコーズです。こちらも、コロナ禍にありまして人員確認、確保が難しく、一時は、不参加になりました時もありました。しかし今季見事に復活遂げまして、そして今季一部二部合同となりましたリーグ見事勝ち上がり、B ブロック2位通過ながらこの決勝トーナメントに進み出てまいりました。長く低迷期がありました高知大学ですが、しかしその中におきまして戦力整え、一気に加勢しまして最下位から優勝を果たすという快挙を成し遂げたのが2018年でした。この時には数多くの選手があり、中には現在 X でも活躍しております選手もおります。それらの人材を集めまして、一躍中四国の優に名乗り上げましたが、先ほど、申し上げました通りコロナ禍になり非常に厳しい時期を過ごしました。しかしそれを乗り越えまして再びその復活の時を迎えんと、この決勝トーナメント進出に、駒を進めてまいりました高知大学マリコーズです。さあ現在連覇中の王者対再び復活トレントする高知の優、そしてかつて維新の時代におきまして薩長都比で名を連ねましたそのうちの2班から出場しました両校がこの一戦に進み出ております。この試合を制した方がその先に進みます、甲子園ボールトーナメントへの駒を、進み出る形になります。画面上に現時点中四国学生アメリカンフットボール協会の公式ページがありました。現在の状況を抜粋させていただきました。それぞれが一次リーグ突破しまして、山口大学は先ほど申し上げました通り A ブロック1位通過、そして高知大学は2位通過しましてこの決勝トーナメント進んでおります。これに勝ち上がりましたチームがこの後に行われます広島大学対島根大学の勝者と優勝決定戦を行いまして、それを制しました者が、今期の中四国の代表という形になっております。そのためにはどうしても両校この一戦は勝利しなければいけません。この試合をものにできるのは果たしてどちらとなるのか、双方ともサイドラインにその
姿を並べまして試合開始の時を待っております。早速チャットラインのメッセージありがとうございます。キヨ様よろしくお願いいたしますのメッセージありがとうございます。キヨ様は普段から、山口大学を熱烈に応援していただいている、ファンの方でもいらっしゃいます。今季も3連覇を期待せんと、会心をご覧いただけることを誠にありがとうございます。私自身も山口大学やはりこの2年間の素晴らしい躍進ぶり非常に感動を覚えておりました。特にやはりコロナ禍厳しい中自ら自主工業のボールゲームを重ねましてそれがあたかも自分たちの甲子園ボールであるかのような素晴らしい戦いぶりを演じてくれておりました。その思いが、積年積もりまして、この2年間の成果につながっていると私も感じております。今季もやはりその思いがつながっているということを実感させていただいておりますが同時にその対抗にあります甲子大学もその苦難を乗り越えてきてここに出たことに非常に感じております。実を申しますと私自身が中四国ボールのアメリカンフットボールを取らせていただくきっかけになりましたがこの甲子大学の存在でした。遡りますこと2015年、瀬戸内で行われました瀬戸内ドリームボールという春のボールゲームで当時存在しておりました吉備国際大学との一戦で素晴らしい快進撃を果たしましてこの吉備国際を打ち果たしたその高知大学の素晴らしい活躍ぶりが非常に印象に残り一躍中四国の学生の姿を撮りたいと思い高知大学の雄姿を撮り収めたいと思い、この広島に足を伸ばしたのがそのきっかけでもあります。それからかれこれ9年の時が流れておりますが今思いますと彼らのその志はこのような形で残っていることを私自身も自分の我が身振り返りまして感じておるところであります。そのきっかけとなりました高知大学そしてその過程の中において自ら奮闘しておりました山口大学がこの一戦に挑むこと私自身も非常に感じるものがあります。さあしかしその領有これより今年のその残り一枠をかけましたその唯一残っている挑戦権に向けた戦いに挑みます。さあそれを制するのは果たしてどちらとなるでしょうか。審判団がフィールドの方に進み出てまいりました。これより両チームの首脳陣招き入れましてコイントスを行う形になります。令和6年9月28日場所は広島広域公園第2球技場にて2024中四国学生アメリカンフットボール2次トーナメントの一戦山口大学ギャンブラーズ対甲子大学マリコーズの一戦がまもなく行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣集まりまして試合開始前のコイントスを行います。手前側に陣取りますのが本日はホームチームとして扱われております A ブロック1位通過の山口大学ギャンブラーズ奥がホワイトのユニフォームをまとっているのが B ブロック2位通過の高知大学マリコーズです。あ、清様音声が途切れ途切れということですね。できるだけ、調整はさせていただきますが、何卒ご了承をよろしくお願い申し上げます。
ポイント数の結果は高知大学がその選択権を得ました。山口大学、前半レシーブ、高知大学キックオフで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式エージで行います。両チームサイドラインで激飛ばしまして、これより試合開始の時を迎えます。まず試合は高知大学のキックオフで始まる格好になります。キックオフしますキッカーは高知大学6番の酒井が務めます。島原高校出身の2回生です。対しまして山口大学は10番、そしてもう1枚のリターナーを加えております。ちなみに10番は木下です。池田高校出身のアメリカンフットボール経験者でもあります。試合がリターンに入った。10番中央付近突破を図りまして、自身36ヤード付近を確保し、この位置から山口大学の攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権継続するか、あるいはその過程でエンドゾーン得点エリアを目指します。まずは山口大学自陣36ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離10ヤード。まずランプレーから入りました。まず後方にいましたランニングバック10番にハンドオフをしまして、左オープンに展開させます。10番スリップしましたが、しかし約2ヤードほどゲインとなっています。倒れた地点までが攻撃の前進距離となります。従いまして山口大学2回目の攻撃、残り距離8ヤードに状況変わります。キャリーしました最初のプレイヤーは10番の、山口大学の、木下でした。池田高校出身のプレイヤーです。山口大学セカンドダウン8、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は8ヤード。さあ大きく抜けている、ナイスゲーファーストダウン。ここで山口大学は全ての選手をレシーバーにあてがう5バイのフォーメーションを取り、右側に固めた3枚の選手のうち88番にフェチパス、真横に近い前パスを投じ、そこから88番キャッチアンドラン、タックルを受けましたがそれを振りはどき、見事に攻撃権更新果たしました。トータル10ヤードを超えましたので攻撃はリセットし1回目に戻ります。見事それを果たしましたのは山口大学88番の小山、工場高校出身のプレイヤーです。高校時代はスポーツ未経験の選手です。さあ山口大学相手陣に入りましたのファーストアンテ、パス不成功、再びパスプレーを展開しました。アメリカンフットボールは開始点より後方より一度だけ前にパスが投げれます。この権利をクォーターバックはワイドレシーバー44番に投じました。しかしこれを44番キャッチできず、パス不成功に終わっております。前パスは失敗ですと元の地点にボールを戻され、次の攻撃という形に変わります。従いまして山口大学は前進なくセカンドダウンに変わります。山口大学相手陣37ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。
声圏更新必要距離10ヤード、うん、さあ今度はランプレーです。ランニ枠10番にボールを託しまして中央突破を図らせました。10番密集点に体をねじ込むようにゲインを果たしまして約6ヤードほど獲得に至っております。キャリアとなりました10番は木下です。池田高校出身のプレイヤー、フットボール経験あふれる素晴らしいプレーを披露しています。山口大学サーダウン4、さあこの1回でこの4ヤード突破なるかどうか非常に重要なシチュエーションになります。ボールオン相手陣31ヤード、ナイスラン、ファーストラン、ここでランプレーによって突破を果たしました。今度はキャリアを変えまして11番にボールを変え、キャリアを変えております。11番このチャンスを見事生かしまして左オープン展開し攻撃権更新としています。山口大学ファーストラン、今度はキャリア11番が見事仕事を果たしました。11番は木山、笠岡高校出身のプレイヤーです。さあ山口大学相手陣19ヤードに入りましたファーストダウン10、パス不成功。ここでクォーターバック10番一気に奥に走り込んだ42番にパスを投じました。タッチダウンを狙わんかという狙うかのような素晴らしいパスを投じましたが、しかしわずかにオーバースロー、パス不成功になりましたのでセカンドダウンに変わります。山口大学セカンドダウン10、ボロンは相手陣19ヤードです。今度はクォーターバック自らのランプレー、パスを投じと見せかけ QB ドロー、自ら中央突破のランを展開しました。しかしこれは高知大学見事対応しましてゲインを2ヤードにとどめております。キャリアは14番の中山でした。広島城北高校出身の3回生です。山口大学サーダン8に状況変わります。さあ高知大学もここは踏ん張りどころです。この攻撃止められるでしょうか。それをしかし山口大振り切るでしょうか。さあここは高知大が踏ん張った。山口大ここで左に展開したレシーバー10番にヒッチパス、そこからキャッチアンドランを図らせました。しかしここで高知大学ディフェンス陣が集まりましてこの、攻撃権更新を食い止めフォースダウンに変えます。さあ山口大学フォースダウン2、最後の攻撃権になります。ここでどのようなプレーを選択するでしょう。ボールオンは相手陣11ヤード、フォーメーションを組みます。フォースダウンギャンブル、この2ヤード突破ワンプレーにかけます。ここでホイッスル、山口大学ここで前半1回目のタイムアウトを行使しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。山口大学ここで制限時間内にプレーができないと判断しましてここで作戦タイムを入れました。チャット内のメッセージありがとうございます。あ、キヨ様音声 OK ですのメッセージありがとうございます。いろいろな機器をちょっと使っておりますので、機器の不具合等が発生することございますが何卒ご了承願います。さあ山口大学1回目のタイムアウトを行使しました。ここでどのようなプレーを果たして組む形になったでしょうか。フォースダウン2、フォーメーションを組みました。フォースダウンギャブル、ここで賭けに出ます。この1回で2ヤード突破しないと攻撃権を失います。
功、ギャンブル成功、ファースター。しかしここでホイッスルが鳴っています。ホイッスルが鳴っております。ややタイミング乱れたかありましたが、見事このパスプレー成功しております。反則はディフェンス側にありました。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していたという反則です。しかしこの反則を山口大取りません。先ほどのパスが有効になりましてギャンブル成功です。山口大学ファースター、見事キャッチしましたのは88番の小山でした。工場高校出身。この結果ボールオンは相手陣1ヤードに入りました。この位置から山口大学ファーストダウン2ゴールの状況に変わります。残り4回でこの1ヤード突破を図ります。さあ甲子園どう出るか、山口大何を策として投じるか。中央行った。さあこのランの結果はどうか、わずかに届いておりません。一気にパワープレーで攻撃、タッチダウンを狙わんというところですが、これは判定変わりました。タッチダウン。非常に微妙なプレーだった模様です。先ほどのプレーでエンドゾーンまでキャリアが届いたかどうかという非常に微妙な判定でしたが、最終的にその確認をしました審判団、届いていたという判定をしましてタッチダウンとなりました。これにより山口大学は先制となる得点、タッチダウンを上げまして6点獲得となっております。そしてタッチダウンのトランプレートライフォーポイントに入ります。見事キック成功、1点追加。山口大学7点、高知大学0点。まず山口大学が見事な攻撃を展開しまして先制となるタッチダウンを上げる形に成功しております。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が、失礼しました、アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通りになります。ゴールポストにボールを蹴り込むフィールドゴール、そしてエンドゾーンに持ち込むタッチダウンです。タッチダウンですと6点、フィールドゴールですと3点入ります。タッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めと1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちが自陣のエンドゾーンで倒される自殺点、セーフティーの2点です。これらの組み合わせにより決着がつく形になっております。そして得点を挙げましたアメリカン、山口大学がキックオフしまして試合再開です。ラグビーと違い得点を挙げた側がキックオフします。さあ、こうしたらターンに入る。非常に厳しい状況、しかし相手のタックルをかいくぐりまして、リターナー中央付近に挑み出まして自陣35ヤード付近を確保しております。さあ攻撃権変わりまして、今度は高知大学に攻撃権が移ります。最初の山口大学の攻撃を結果的には失点する形になりました高知大学。さあ今度は反撃の攻撃に入ります。高知大学自陣35ヤードからファーストダウンテ、まず左オープンをつきました。ランニングアップにトスしまして左オープン、スピードに乗って突破を図らんというところではありましたが、しかし山口大学が対応しましてゲインは2ヤードほどにとどめております。まずはスピード勝負に持ち込みまして、まず最初のプレーを展開しました高知大。さあ次のプレー、どのようなプレーを持ってくるでしょう。高知大学セカンドダウン8、ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは審判団の事前の協議によりまして、その日の天候状況を鑑み、クォーターの半分でレフリータイムアウト、ウォーターブレイクを入れることがございます。本日は、もう10月の声が聞こえているところですが、まだ暑さが非常に厳しい状況にあります。これによる熱中症対策としまして、クォーターの半分でウォーターブレイクを入れる模様です。さあその最初の
出だしのところで山口大学が見事に先制となるタッチダウンを挙げておりますが、甲子大学これに対して今から反撃に入らんというところになります。ここからどのようなプレーを展開するか注目しましょう。高知大学セカンドダウン8、パス不成功です。ここで左に展開しておりました15番にパスを投じまして、ヒッチパスキャッチアンドラン図りましたが、しかしこのパスコントロール乱れ、パス不成功と変わっています。ダウン1つ変わりまして、サードダウン3回目の攻撃に変わります。さあこの3ヤード突破が甲子大学は必要になります。ここでのサードダウン、どのようなプレーを行使するでしょう。ボールオンは自陣37ヤードから山口、失礼しました、甲子大学サードダウン8、パス不成功、パス不成功の判定です。ここで甲子大学は中央切れ込んだレシーバーにパスを投じました。しかしこれをレシーバーキャッチできず、そしてその浮いたボール、あわやインターセプトによる危険がありましたが、しかしパス不成功の判定でこのプレーを終わっております。ダウン変わりまして、甲子大学フォースダウンに変わります。甲子大学最後の攻撃権、パントを行使します。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしパントは攻撃権放棄を意味します。さあここから山口大リターンに入る、さあまだいてナイスリターン。ここでリターナー88番、受け取りましてプレッシャー来る中、これを見事なフットワークでかわし、鮮やかなコースで左オープンを疾走、ブロッカーを生かしまして一気に相手陣入ったところまで返しまして、この位置からの攻撃という形になります。相手陣31ヤードから山口大学の攻撃と変わります。見事なリターンを決めました山口大学88番小山でした。さあ山口大学は相手陣31ヤードからファーストダウンテイ、さあオプションプレーから入ります。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレー。ここはランニングバック10番にピッチしまして、右オープンを託しました。これに11番ディフェンス殺到する中、見事に応えまして約3ヤードゲインに変えております。託されましたキャリア10番は山口大学の木下でした。池田高校出身のプレイヤーです。山口大学相手陣28ヤードからセカンドダウン7、パス不成功。今度はクォーターバック14番88番にヒッチパスを投じまして、キャッチアンドラン図らせましたが、しかしパスが乱れましてパス不成功となっています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。山口大学サードダウン7、ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。審判団から黄色いウエスがフィールドに落とされますと、イエローフラッグ反則は発生、反則発生を意味します。オフェンスの反則です。イリガルフォーメーション、不正な体型を行使しました。アメリカンフットボールポジショニング、最前列後列のバックス全てにポジションの人数制限、その位置取りがあります。これを守れずプレーを行使しますと5ヤード抜体となります。従いまして山口大5ヤード下がりまして、サードアンド12の状況に変わります。山口大学相手陣33ヤードからサードアンド12、
ここで山口大学はクォーターバック中央に走り込んだ88番にパスを投じました。見事ディフェンスの隙をついて88番、このパスをキャッチしまして攻撃権更新です。山口大学ファスナー、本日大活躍88番の小山です。工場高校出身のプレイヤーです。さあ山口大学相手陣15ヤードに攻め上がりまして、ここからのファーストダウン点に入ります。甲子大学は何としてもこれを食い止めたい。これは甲子大ナイスディフェンス。ここでランニングバックにた、クォーターバック14番自らフェイクからキープを展開しようとしました。しかしここに甲子大学ディフェンス陣殺到、57番筆頭に見事ディフェンス陣が封じ込めまして約4ヤードロスに変えております。素晴らしいディフェンスを見せましたのは甲子大学57番の浜崎でした。松山中央高校出身の2回生です。さあここで、甲子大学もディフェンス陣奮闘し始めております。山口大このチャンスを果たして得点に変えられるでしょうか。セカンドダウン14、これもナイスディフェンス。今度はクォーターバック右にスプリントアウトし、外へ展開していたレシーバーにパスを投じようとしましたが、これも甲子大学見事にパスカバーしまして、このパスを防いでおります。ダウン変わりましてサーダウンに変わります。さあ山口大学位置はいいですが、サーダウン14の状況、ここでこのワンプレーで14ヤードの突破を、強いられております。甲子大は何としてもここで食い止めたいか。さあこの攻防どうなるか。サーダウンコンバージョンです。ここでランでいった、厳しい状況、パスかと思いましたが、その裏を突くようにランニングバックに託しました。10番スピードに乗って一気に突破を図りましたが、しかし攻撃権行使には至っていない模様です。フォースダウンに変わります。さあ山口大学フォースダウン3の状況、ここでフォーメーションを変えました。フィールドゴートライ、キックによる3点を狙います。それを託したのはキッカーの11番の木山です。さあこの判定はキック成功、フィードゴール決まりまして3点獲得となっております。キッカー11番木山、見事にこのフィードゴール決めまして、さらに加点となる3点を獲得しました。山口大学10点、甲子大学0点とスコア変わっております。山口大学さらに攻め上がらんというところ、なんとか高知大これを食い止めかけましたが、しかしそのチャンスを山口大学逃さずフィードゴールし、得点を加点してリードを広げております。その得点を挙げました山口大学のキックオフで試合再開となります。高知大リターンに入った、リターナー3番右サイドラインの薄いサイドを突きまして、これが構想し自陣36ヤード付近を確保しています。この位置から甲子大学の攻撃となります。さあ差を広げられました甲子大、なんとかこの攻撃シリーズ得点に結びつけたいところではあります。ボールオンは自陣36ヤードから高知大学のファーストダウン点に変わります。クォーターバック19番、スナップ見られましたが自らリカバーし左オープンにスクランブル、緊急発進のランプレーを展開しました。タックル受けましたが、しかし2ヤード獲得となっております。クォーターバックは18番でした。18番井上です。
高知大手前高校出身の3回生です。彼のパッシングオフェンスは非常に魅力的でもあります。それは2018年の、高知中智国学生を制しました。その攻撃シリーズを非常に感じさせる素晴らしい攻撃を展開します。さあ今度は自らオプションプレーでキープを選択しました。中央突破図らんというところですが、しかしこれは山口大学ディフェンス陣踏ん張りまして阻止しております。ダウンはサードダウンに変わります。高知大学サードダウン7。どうなるか。高知大学は抑えております。ここで高知大学はロングパスを投じると見せかけスクリーンパス、手前のランニングバックにボールをパスしまして、そこからブロッカーをつけてのキャッチアンドランを図りました。しかしこの時に取りましたランニングバックがボールをファンブルしました。ファンブルをしたことによってそのままボールを奪われた場合には攻撃権を喪失する形でしたが、しかしなんとか味方が抑えまして攻撃権は継続ですがフォースダウンに変わっております。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、山口大学ギャンブラーズ10点、高知大学マリコーズ0点、攻守双方入れ替えましてこれより第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替わりではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずその序章となる第1クォーターは山口大学がタッチダウンとフィードゴールを上げまして10点リードする形になっております。試合の主導権を握りつつありますが、高知大学ここから反撃に挑まんと攻撃を展開しております。この一戦に勝利しました方が決勝に進みまして甲子園ボールの雌雄を決する一戦に挑める権利を得ます。同時に敗戦しました方はここで今シーズン終了という形になります。文字通りオールオーナーシングになります。この一戦果たしてどのような形になるでしょうか。さあ攻守の方向を変わりまして、これより第2クォーターに入ります。攻守大学フォースダウン9、ここはパントによって陣地挽回を図ります。このパントは山口大学陣31ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権は変わりましてテイクオーバー山口大学に変わります。高福岡様メッセージありがとうございます。今のところライン戦は山口大学が優勢な感がしますと。山口大学の選手の動きが良いように感じます。頑張れギャンブラーズのメッセージありがとうございます。ライン戦というのは最前列にありますボールを持たない、主に持たない選手の5人のことを指します。この攻守の攻防が非常に重要ですが、ここは今山口大学が有利だという判断をされているようです。さあその有利な攻撃を展開する山口大学が自陣28ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。これは高知大ナイスです。さあその有利な地上戦によってまずラッキャリア11番の総力に託しましたが、ここで高知大学素晴らしいディフェンス陣の動きがありました。このランプレーボールを持った選手が取るやいなやディフェンスが殺到しまして46番見事仕留めまして3ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン後退をロスと表現します。見事ロスタックルを決めましたのは高知大学46番の堀田です。堀田と読ませていただきましょう。下館第一高校出身の1回生です。
さあセカンドダウン13の状況、今度は左オープンへ展開しました。レシーバーのブロック力を生かして左オープン突破を図り、10番、約7ヤードほどゲインを果たしております。ここで託されましたのは10番の木下でした。池田高校出身のプレイヤーです。山口大学サードダウン5、ナイスダウン、ファーストダウン。山口大学クォーターバック14番、ここでパスを投じようとしました。しかしこのパスを投じるときにディフェンス陣が殺到し、パスの投げるタイミングを失いませましたが、しかしクォーターバックここで緊急発進のランプレーに切り替えまして、この判断見事に構想し攻撃権更新です。山口大学ファーストダウン。素晴らしい判断しました山口大学クォーターバック14番の中山でした。広島城北高校出身の3回生です。山口大学ファーストダウン10。さあ今度は中央へのランプレー、今度はキャリア10番に託しています。託されました10番、そのまま密集点突破を図りまして、約6ヤードから7ヤードのゲインとなっています。果敢なランを敢行しましたのはランニングバックの4番、ランニングバックの10番の木下でした。池田高校出身のプレイヤーです。山口大学セカンドダウン4。これはコースがナイスディフェンス。今度は外へ振りました。横に展開したレシーバーにヒッチパス投じ、そこからキャッチアンドランを図らんというところでしたが、これは高知大学ディフェンス陣22番見事に対応しまして、このプレーをロスに変えております。今度は高知大学22番が見せました。素晴らしいプレーでした。番号の方すみません、こちらの方の登録にあります番号では確認できておりませんので、後ほどそちらの方を確認できましたらご案内させていただこうと思います。さあサードダウン6。パス成功、ナイスパスカット。ここは素晴らしいディフェンスを高知大学が見せました。山口大学これをパスによって突破を図らんというところでしたが、ここで高知大学がキャッチするようにはタックルしまして、このキャッチそのものを破壊しましてプレーを終了させております。見事そのディフェンスを見せましたのは高知大学31番の山崎でした。高知学芸高校出身、高知学芸高校出身の3回生です。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトは取られております。さあレフリータイムアウトを取りまして、これより試合再開となります。山口大学フォースダウン6、パントフォーメーションを取ります。ナイスパン。ここでパンターならば右サイドラインに蹴り出しました。リターンできない絶妙の対空時間を利用しまして、高知大学陣20ヤード付近で外に出まして、この位置での攻守交代となります。
ここは山口大学のパンター7番の山根が見せました。福岡高校出身の2回生です。高校時代はラグビーの経験者でした。さあしかし攻撃権は高知大に変わりました。高知大学自陣20ヤードからファーストダウンテン。ここでドロープレーに来ました。パスに仕掛けたランプレー、ドロープレー、相手の意表をつくようにキャリア6番が中央を切り込みまして約6ヤードのゲインとしています。まず最初に託されましたランを決めましたのはランニングバック6番の酒井でした。下原高校出身の2回生、まず最初の大役を果たしております。高知大学セカンドダウン4。今度は山口大ディフェンスが踏ん張ります。今度は外へ振りました。ランニングバック6番にトスをしまして右オープンへのランを展開しスピードによって相手を仕留めるというところでしたが、これをしかし山口大学ディフェンス陣が殺到、最終44番が仕留め、このランも阻止しております。44番は山本です。山口高校出身の2回生がここでプレーを決めております。さあ高知大学サードダウン6。ここでトラブル発生。スナップを受けようとクォーターバック18番、勇みましてそのままスミデルさんにボールを確保しきれずファンブルしました。なんとかそれをフォローしましてボールは抑えておりますが、しかし大きく後退しましてフォースダウンに変わります。高知大学フォースダウン16、パントフォーメーションを取ります。山口大学このパントはカバーが良いと判断しまして、あえてリターンを避けましてそのままスルーしました。結果的に攻撃権は山口大学陣43ヤード付近で変わりまして、テイクオーバー山口大学の攻撃に変わります。パントはその対空時間、そしてその落とす位置によっても非常に整備が分かれます。これらを鑑みまして、パントは非常に重要な要素になっております。さあ山口大学自陣43ヤードからの攻撃、ファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバック14番、ここで奥に走り込んだワイドレシーバー44番にパス、しかしわずかにオーバーソー、パス不成功となりましてセカンダウンに変わります。山口大学セカンダウンテン、ボールは変わらず自陣43ヤード。密集点へのランプレー、しかしこれは高知大学がいいプレーを見せました。今度は地上戦による突破を図るという形を選択しましたが、ここは高知大学4番と64番殺到しましてこのランを阻止しております。ここでウォーターブレイクに入ります。対応しましたのは高知大学4番の原田、岡山総山高校出身の2回生、そして64番の大村でした。姫路東高校出身の2回生です。Let's go! Let's 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 go! Let's
さあウォーターボーで溶けましてサーダウンに攻撃変わります。山口大学サーダウン8。クォーターバックに投げました。スナップをクォーターバック後逸しました。大きく逸れましたボールなんとかカバーしてプレーを継続しようとしましたが、そこに甲子大学見事に対応しまして大きくロスを奪いフォースダウンに変わります。見事にこれを仕留めましたのは46番の堀田でした。下館第一高校出身1回生見事な試を、プレーを決めています。さらに見つかった。これは大きなプレーとなりました。再びスナップ乱れました。大きくパンターの後方にボールがされました。なんとかこれを7番リカバー先頭ランに切り替えましたが、しかしあまりにも後方、結果的には自陣10ヤードを超えた地点で外へ出まして、この位置の攻守交代となります。高知大学相手陣にかなり深く入ったところからの攻撃に変わります。このセンターのスナップというのは最初のワンプレープレーの起点になりますため、この成否全てのプレーに直結します。ここでの大きなミスが山口大にありました。さあ、こうしたいなんとかこれを生かしたいボールオン相手陣13ヤードからのファーストダウン10。さあ、キープリッター。クォーターバック18番。パスを投じんと構えて、しかしラッシュ来る中、左オープンにスクラム。スピードによりまして約3ヤードゲインに変えております。まず最初のプレー潰れましたが、しかし見事ゲインに変えました。高知大学クォーターバック18番が井上。高知大手前高校出身の3回生です。さあ高知大学セカンドダウン7。パス成功、ナイスパスカット。ここでタッチダウンでのパスを投じました。レシーバーとディフェンスの1対1。ここはディフェンスが見事にパスカットし防いでいます。ディフェンスの勝利しましてサードに変わります。カットしましたのは山口大学。山口大学31番のプレーだった模様です。さあサーダウン7の状況、甲子大学密集といった前進しました。しかし攻撃エンドゾーンには届いておりません。フォースダウンに変わります。さあ残り2ヤードの状況に変わった模様です。しかし攻撃権は4回目のフォースダウン。高知大学はここでどのようなチョイスをするかですが、ここでホイッスルが吹かれています。高知大学ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。作戦タイムを取ります。さあここで大きな変革のタイミングが来ているかもしれません。山口大学攻撃シリーズで大きなミスが続きました。厳しい状況にありまして、逆に高知は有利な状況をなんとか生かさんと現在攻撃に回っておりますが、その攻撃権は残り1回となっております。ここで2ヤードの突破を図るためのプレーを行使するのか、あるいはここで得点を狙うフィールドゴールを狙うのか、さまざまな選択肢ありますが、ここでタイムアウトを取りました。チャット内のメッセージありがとうございます。清様レッツゴーギャンブラーズレッツゴーのメッセージありがとうございます。浜崎さんは高知大学頑張れ、こちらも高知大学マリコズのメッセージありがとうございます。さあこの声援に応えることができるのは果たしてどちらのチームか。高知大学フォースダウン2、ボールオンを相手陣5ヤード、フォーメーションを組んだフォースダウンギャンブル。
プレーを敢行します。パス不成功、ここでパスによるタッチアウトになりました。一気にエンドゾーン落とし連と中央走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、これを山口は見事にパスカットしパス不成功。4回目の攻撃失敗となるので、ここで攻守交代、テイクオーバー、攻撃権は山口大学に変わります。なんとかこの状況をしのぎました山口大、しかしボールオンは自陣5ヤードからの攻撃になります。山口大学ファーストアウト、さあまず中央いった、キャリア10番ハンドオフを託されまして密集点に突入、オフェンスラインも見事なブロックを披露しまして、見事そのホールをつきましたランニングバック10番、約6ヤードのゲインとなっています。ここはランニングバック最も信頼があります10番の木下に託しました。アメリカンフットボール経験者である府立池田高校出身のプレイヤーです。山口大学セカンドダウン4、さあ今度は左オフタックルのプレー、そこからカットイン、ランニングバック10番見事に攻撃権更新です。山口大学ファースナー、ここは非常に計算されたランプレーを展開しているといったところでしょう。外へ流れるように見せかけ縦に切り上がりまして攻撃権更新としています。見事に10番の木下のランが光っております。攻撃権はリセットされ1回目に戻ります。山口大学ファーストダウン10、ボールオン自陣16ヤード、ここでホイッスル、ここで2ミニッツウォーニングに入ります。今シーズンよりアメリカカレッジ NCAA、 そして国内で行われておりますアメリカンフットボールのルールに大きな変革がありました。これまでプロでしか採用されなかった前半後半終了2分前でのタイムアウト、レフリータイムアウト2ミニッツウォーニングが採用となっております。アメリカンフットボールは得点を奪い合う競技ですが、同時に試合終了間際、その状況によりましては時間を奪う戦いが始まります。残り2分間どのようにしてこの時間を行使するか注目の状況に変わります。ここよりアメリカンフットボールのもう一つの世界が開きます。この残り2分間の攻防を果たしてどのように山口大、そして高知大学行使してくるでしょう。山口大学ボールオン自陣16ヤードからのファーストダウン10、さあ中央へのランプレーをいった、ランニングバックの14番が中央密集点に突入しました。非常に早いタイミングのランプレーで約6ヤードのゲインとしています。キャリアは14番で入っております中山です。これによりまして、プレーは約4ヤード前進しておりまして、そしてフィールドの中で倒れたため時計は回り続けます。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続ける、そして外で出る、あるいはマイパス失敗ですと時計が止まります。この部分にもご注目ください。山口大学セカンドダウン6、これは高知大学ナイスディフェンス。ここ
ここでオプションプレーを展開しました。ダイブをフェイクし、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーを行使しようとしましたが、それを奥の前にディフェンスが殺到しました。52番がタックルしまして、このランプレーを阻止しております。見事に対応しましたのは高知大学52番の高橋でした。高知小津高校出身の1回生です。高知大学1回生奮闘しています。さあ、この判定どうなる。攻守交代になりました。ターンオーバー。ここで高知山口大学、左オープンをつかんという形でスピードに乗ったスイッププレーを展開しようとしました。この時にしかしタックルがありまして、ランニングバックがボールをファンブル。これを抑えました。高知大学に攻撃権移っております。攻守変わりまして、高知大学に攻撃権変わります。さあ、残り20秒という状況で高知大学が攻撃を得ました。しかも相手陣10ヤードの絶好の位置です。ここからの4回の攻撃でタッチダウンを奪うことができるか注目です。高知大学ファーストダウン2ゴール。ここでクォーターバックはパスを投じんと下がりました。その一瞬の隙につきまして、山口は44番キュービーサーク、パスを投じる前にしておりまして、このプレー大きなロスに変えております。ここでたまらず高知大学が前半2回目のタイムアウトを取りました。見事キュービーサークを渡しましたのは山口大学44番の山本でした。山口高校出身の2回生です。恥ずかしながら先ほどのスロー V 撮影をし、できておりませんでしたので、もし YouTube をご覧いただいている方はスクロールバーで遡って先ほどのプレーご堪能いただければ幸いに思います。さあ、ここが絶好機とパスを挑まんとした高知大学の攻撃を山口大学が見事にまず阻止しております。しかしまだ現在高知大学攻撃継続となっています。ボールオンは相手陣21ヤードとなっていますが、セカンドアンド2ゴール、まだ3回の攻撃権があります。さあ、残り14秒、どのようなプレーを行使するでしょう。高知大セカンドアンド2ゴール。失礼しました、インターセプトです。インターセプト、ターンオーバーです。レシーバーがキャッチしたと誤認しましたが、先ほどのプレーは山口大学がパスを奪いましてインターセプト、攻撃権奪取となっております。見事攻撃取り返しました。山口大学再び山口大学の攻撃に変わります。さあ、山口大学ファーストダウン10の状況。2ダウン、時計を回します。膝をつきましてすぐ終わる形でランプレー、時計を消費する形に切り替えました。ここで前半の時間がなくなりました。前半終えまして、山口大学ギャンブラーズ10点、高知大学マリコーズ0点、山口大学が10点リードする形で前半戦終了です。さあ、審判団フィールドに戻りまして、これより後半戦再開の時を告げようとしております。前半戦を終えました段階で山口大学がワンタッチダウン、ワンフィールドゴールを奪っての10点リードという状況になっておりますが、必ずしもセーフティーリードとは言えません。高知大学も第2クォーター終盤から互角の戦いを演じております。さあ、このハーフタイムで突破口を見出したのは果たしてどちらのチームとなるでしょう。まもなく後半戦再開となります。先ほどご紹介ありました X2 リーグ、 X リーグで作成されました動画は X リーグ、そしてアメリカンフットボールをご紹介する動画でもありますが、同時にアメリカンフットボールの今後の未来を暗示させる素晴らしい PR にもなっております。
これらの配信活動は先ほどの動画にもありました X2、X3 のウエストのチームが合同で企画しております配信企画がありまして、こちらの方がありまして実現しております。多くの企業様そして個人様のご寄付ありましてこの配信は成り立っております。私がこちらの方で撮影できるのもこれらの支援があってのことです。皆様これからもアメリカンフットボールに活動邁進する X リーグにご注目ください。さあこれより後半戦再開となります。後半戦は山口大学のキックオフで試合再開となります。山口大学キックオフを務めしますのはキックオフキッカー11番の木山です。さあこちらリターンに入った、まだ続いている、さあ抜ける、前が空いた、振り切るか、ブロッカーいる、ナイスリターン。ここでリターナー3番見せました。取りましたボールを右密集点サイドライン突き切るように右側を独走、ディフェンスはいました。しかしそれを見事なステップワークで振り切りまして一気に相手陣8ヤードからの攻撃権を得ます。見事なリターンを決めましたのは高知大学3番の成田です。洛北高校出身の1回生。さあ大きなチャンスを自ら掴んだ高知大、相手陣8ヤードからのファーストアンドゥーゴか。まずはオプションプレーをチョイス、クォーターバック自らキープを展開、クォーターバック18番、ここは見事な判断で約3ヤードのゲインとしています。甲子園クォーターバック18番を井上、甲子園セカンドダウンに変わります。甲子園セカンドダウン2ゴール、残り5ヤード、これは山口大学勝利。クォーターバックが右ロールアウトからパスを投じんと走り出しました。しかしその一瞬のタイミングを見計らいまして44番がモーチャン見事にロスタックルに変えております。ダウン変わりましてサーダウンに変わります。ここで素晴らしいディフェンス披露したは山口大学、本日大活躍44番の山本です。山口高校出身2回生。さあ甲子園サーダン2ゴール、残り距離18ヤードに変わっております。パス不成功、ここでタッチダウンで出ました。送りレシーバー走り込ませエンドゾーンにパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスの勝利、パス不成功でフォースダウンに変わります。高知大学フォースダウン2ゴール、残り18ヤード、フィールドゴールトライ、キックによる3点狙います。さあこのキックどうか、キック成功、3点獲得です。見事このフィールドゴール甲子大学ものにしまして3点獲得となりました。甲子大学先ほどキックオフリターン開始早々素晴らしいリターンを成田が見せまして相手陣深く攻めりましたが、しかしタッチダウンはならずが、しかしフィールドゴールに変えまして見事3点獲得し、その差を詰める形に成功しています。後半の間にいろんな方々からメッセージありましたが読み上げる機会逃しまして遅く大変申し訳ございませんでした。小島様、高知大学頑張れ、滋賀県から応援しています。同じく田口西洋様、そうですね、滋賀県から応援されているところですね。高知大学の後半の追い上げに期待しています。東津様、山口大学総部以来の初の3連覇目指して頑張れ、終わり様、北海道からのメッセージありがとうございます。さあ山口大学リターンに入った、これは
高知大学勢いあるカバーを見せまして、自陣30ヤード付近に、山口大学30ヤード付近に留めております。ここは高知大学まさに先ほどのシリーズで息を吹き返した感があります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。第2クォーター入りましてから徐々にその試合のペース取り戻しつつありました高知大。後半このキックオフリターンで一気に目が覚めるかのような素晴らしい躍進を見せました。タッチダウンには至りませんでしたが、反撃となるフィールドゴールを上げる形に成功しまして、その差ワンタッチダウン差に変えております。さあしかし攻撃権は山口大学に変わっております。山口大学自陣29ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。これは大きなトラブル発生、スナップが乱れました。クォーターバックの大きく上空を舞うような形になりまして、クォーターバックなんとか後方追いつきましてカバーしましたが、大きくロスしましてのセカンドダウンに変わります。さあ山口大学自陣3ヤードに下がっておりますが、セカンドダウン継続です。攻撃権更新必要距離およそ30ヤード近いというところで表現させていただきます。ここはアイフォーメーションに変えましてのダイブプレーを展開しました。フルバックが密集点に突入しまして、約7ヤードから8ヤードゲインに変えております。しかし下がりました地点が大きいために、サードダウンロングの状況になっています。どうやらセンターのスナップのミスを避けるためにダイレクトエクスチェンジ、直接手渡しするフォーメーションに変えた模様です。さあそのアイフォーメーションでテイルバック10番にボールを持たせまして、左オフタックルへのランプレーを投入しました。これにより約7ヤードゲインとなっておりますが、しかしフォースダウンに変わります。失礼しました、キャリアは11番でした。11番の木山がキャリアでした。山口大学フォースダウンロングでパントフォーメーションになります。さあセンターはこのスナップのコントロールを微調整成功できているでしょうか。このパントはしかし大きなリターン、返しにはならず、自陣出せず、山口大学陣26ヤード付近での攻守交代となります。従いまして高知大学は相手陣26ヤードからの攻撃という形になります。高専の西尾さんメッセージありがとうございます。小林さんはスナップ一つとっても緊張がするなというメッセージ、まさにその通りですね。一見簡単そうに見えますが、すぐに相手選手が接触するセンターのスナップは非常にプレッシャーがあります。しかしこれがうまくいかないと、そもそもプレーそのものが成立しません。その意味でもこのスナップは非常に重要です。さあ高知大学相手陣26ヤードからファーストダウン10。さあしかし山口大学はディフェンスで見せます。クォーターバックのプレーをプレッシャーかけまして QB スクランブルに追い込み、それを最終的にディフェンス仕留めまして、結果的に1ヤードロスに変えております。
攻撃陣の不備はディフェンスが取り返さんと現在奮闘しているといったところでしょう。高専の西尾さんのメッセージありがとうございます。大阪から応援しています。高知大学アメリカンフットボール部員の友達ということですね。不在の4回生と主張たちの分も頑張ってくださいと。若手主体の高知大学に期待、やったらんかいというメッセージありがとうございます。さあその答え機会に答えんと中央のランプレーを敢行しました。密集点に自らランニングバック体を飛び込ませ約4ヤードのゲインと変えています。果敢なランを展開したのは高知大学6番の酒井でした。島原高校出身の2回生です。さあサーダウンセブンの状況を突破なるでしょうか。山口は防げるでしょうか。ボールオンは相手陣22ヤードからのサーダウンセブン。インターセプト、ターンオーバー。ここで高知大はパスによってこの距離突破を図りました。しかしそれを取ったのは山口大学。インターセプトによって攻守交代となります。攻撃権はターンオーバー、山口大学に変わります。山口大学非常に厳しい状況、しかしディフェンス陣奮闘しまして攻撃権取り返した。サセス、そしてすぐにフォーメーション組んだ。いきなりプレーを始めた。ここでホイッスルが鳴っています。イエローフラッグが投じられました。反則という形に判定されております。さあ果たしてどちらの反則と判定されたでしょう。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切ったという反則になりました。オフェンスのチームは揃ってスタートしなければいけません。先ほど相手より先にしてスタートせんとクイックハドルを組んでいきなりスタートしようとしましたがタイミング乱れました。フライングした選手が発生したため5ヤード抜体となりファーストダウンやり直しとなります。アメリカンフットボールのプレーの選択はオフェンス側にあります。従いましてこれを使ってのプレーを敢行しようとしましたがこれがアダとなりました。そしてそこに高知大が襲いかかる。ここでランプレーによってまず初手を展開しようとした山口大ですがそこに高知大学ディフェンスライン陣佐藤、このランプレーを阻止しましてセカンドダウンに変わります。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクに入ります。時計の進みを誤っておりましたが現在第3クォーター残り6分と変わっております。ここでウォーターブレイクに入ります。さあ後半入りまして、機運が大きく動くような気配を感じてるさせるその、出だしとなっております。山口大学は後半も前半同様に勢いに乗って攻めるかと思いましたが、大きなミスが続いておりましてこれの修復整っていないか現時点非常に厳しい状況にあります。高知大学ここで、そのチャンスを生かしましてフィードゴールを1本返しました。さらに攻め立てております。現在は主戦に、現在非常に厳しい山口大、しかしそれをなんとか突破せんと現在攻撃権を得た状況で、ウォーターブレイクに入っております。さあこれより、ウォーターブレイク解けまして後半戦が再度スタートする形になっております。山口大学ボールオン自陣6ヤードからの攻撃、セカンドダウン14の状況で再開します。中央切り込んだ88番がキャッチ、そのまま一気にディフェンスを振り切ってダンクと一気にエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。ワイドレシーバー88番小山の素晴らしいタッチダウンパスキャッチによりまして6点追加となっております。そして山口大学トライフォーポイントに入ります。
ートキック決まりまして1点追加、山口大学17点、高知大学3点とスコアは変わっております。素晴らしいタッチダウンパスでした。まさに厳しい状況、あえてここでショットガンフォーメーションを使いました。不安があるスナップ見事決まりまして、ここでワイドレシーバー88番にパスがヒット、そのまま88番一気にスピードによってエンドゾーンを落とし入れまして、タッチダウンを上げリードを広げる形に成功しております。清様ナイスパス、ナイスキャッチのメッセージありがとうございます。まさにその言葉の通りの素晴らしいワンプレーでした。さあ山口大学のキックオフで試合再開となります。このキックは外へ出まして反則と判定されます。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合リターンチームはその出た位置から5ヤード前進しての攻撃か、5ヤード下げての蹴り直しか、30ヤードペナルティとしまして自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選択できます。ここは高知大学自陣35ヤードからの攻撃を選択いたしました。この位置から高知大学反撃に入ります。岡本和真さんのメッセージありがとうございます。滋賀県から応援しています。高知大学頑張ってください。まだまだいける。楽しく元気に高知大学らし、らしく やりきってくれ。高知大学最高のメッセージがいただけております。ありがとうございます。さあその言葉になりまして、まさにアメリカンフットボールを満喫する素晴らしい攻撃を展開できるか高知大学。ボールオン自陣35ヤードからの攻撃、さあスピードに乗って左オープンをつきました。まず相手を揺さぶりかけんと左オープンに展開しまして約2ヤードのゲインとしています。キャリアは6番のプレイヤーでした酒井です。島原高校出身の2回生です。本日の地上戦を大きくになっているのが酒井の模様です。高知大学セカンドダウン8、ここで高知大学はパスを展開しようとしました。しかしここに高知大学ディフェンス陣が殺到、最終的に56番が仕留めまして QB サック、大きく交代させるになりました。見事 QB サック仕留めましたのは56番の山下でした。光高校出身1回生、さあ高知大学サーダウン16に状況変わっております。下がりましたが突破なるでしょうか。インターセプト、ターンオーバー、ここで高知大パスによって突破を図りました。しかしその競り合いましたパスを取ったのは山口大学88番、先ほど見事インターセプトを決めた88番がここでも決めまして攻撃を奪取、攻守交代しまして山口大学に攻撃権移ります。攻守ともに空中戦見事に制しております山口大学88番の小山です。工業高校出身、山口大学自陣44ヤードからのファーストアンテン、さあランプレーから入りました。キャリア10番にボールを持たせまして密集点に突入させています。これに10番期待に応えまして約4ヤードゲインとしています。山口大学セカンドダウン6に状況変わります。山口大学セカンドダウン6、
ス不正王。クォーターバック14番外にいるレシーバーのヒッチをフェイクにしまして中央切り込んだ44番にパスを投じましたが、しかしこのパスわずかにショートしパス不成功と変わっています。ダウン変わりましてスターダウンに変わります。高知大学失礼しました山口大学サーダウン644番ヒッチパスをキャッチアンドランし、そのまま相手ディフェンスを弾き飛ばすように攻撃権更新を図りましたが、しかしわずか1ヤード超えれませんでフォースダウンに変わります。さあ山口大学フォースダウン残り1ヤード、プレーはどのように行使するか。フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを選択します。まずは陣地挽回図ります。このパントは高知大フェアキャッチしましてリターンを放棄しました。結果的にキャッチした時点でプレー終了となり、高知大学自陣20ヤードからに攻撃変わります。さあ高知大学は自陣20ヤードからの攻撃に入ります。高専の西尾様、高知大学攻めのオフェンスいいぞ、切り替えてディフェンスでやったりというメッセージ、そのディフェンス見事なプレーを見せまして攻撃権を取り返しております。さあ攻撃に入る高知大学、まずパスから入った、左に展開した4番にパス、そこがキャッチアンドランし約5ヤードのゲインに変えております。まず最初のパスを見事にキャッチしましたのは高知大学4番の成田で、原田でした。岡山総山高校出身に開催です。高知大学セカンドダウン5、さあ今度は中央へのランプレー、裏をつくように中央へのランプレーを展開しました。キャリア6番に託しました中央のランによりまして約2ヤードから3ヤードの2ヤードのゲインと変えております。さあサーダウン3の状況、こうしたここの3回目の攻撃はどのようなプレーを行使するか。さあ中央のランプレー、プレーによる突破を図りました。しかしこれは山口大学が阻止、フォースダウンに変えます。これは山口大学ディフェンス陣が踏ん張りました。立ちはだかりましたが59番の小山、古川、そして71番のキャプテン砂原のようです。古川は京都共栄学院出身の1回生、71番砂原は、八幡高校出身3回生です。高知大学パントを選択します。これはナイスパントです。相手がリターンできない低い弾道を蹴り込み、さらに転がる形でさらに奥へ突き進む形になりました。結果的にそのボールは山口大学陣の4ヤード付近でとどまり、この位置での攻守交代となります。高知大学得点は至りませんでしたが、しかし陣地を大きく挽回するに至っております。さあ山口大学自陣4ヤードからですが攻撃取り返しまして、ここからのファーストダウン点に入ります。
まずパスプレーから入りました。外に展開していましたレシーバーにヒッチパス、そこから42番キャッチアンドランしまして約4ヤードから失礼しました6ヤードから7ヤードのゲインを果たしております。最初のキャッチアンドラン非常に厳しい位置見事決めましたのは山口大学42番の野口でした。観音寺第一高校出身の2回生です。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして山口大学ギャンブラーズ17点高知大学マリコーズ3点攻守双方方向を入れ替えましてこれより最終クォーター第4クォーターに移ります。高専の西尾さんのメッセージありがとうございます。高知大学4番愛媛大学からずっとナイスプレーが続いています。ここからの高知大学オフェンス頑張れというメッセージありがとうございます。佐藤さんのナイスパントというメッセージありがとうございます。ともに高知大学の応援メッセージさらに活況を増してまいりました。これに応えると現在高知大学も奮闘しております。そして山口大学も3連覇がかかっています。この一戦何としても勝利し決勝戦に駒を進めたいところでありましょう。さあその結果は残り12分の戦いによって決着いたします。この試合を制するのは果たして山口大学でしょうか高知大学でしょうか。さあ双方向きを変えましてこれよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。山口大学自陣11ヤードからのセカンドダウン4で試合再開となります。パス不成功。ここで山口大学再び外にいましたレシーバーにパスを投じました。ターゲットは10番でしたがこのパスが低すぎパス不成功に終わっています。結果ダウンがそのまま変わりましてサードに変わります。さあ山口大学サードダウン4一周点に入り込んだ98番相手ディフェンス井中見事にキャッチしまして攻撃権更新です。山口大学ファースター。ここで山口大学は99番を使用しました。見事キャッチしましたが99番のウコン山口高校出身3回生です。山口大学自陣25ヤードからの攻撃ファースター点に変わります。今度は外へ振ります。右に展開していた10番にヒッチパス、そこから10番がキャッチアンドラン決めまして約5ヤードから6ヤードのゲインに変えています。山口大学はこの短い横へ展開するパスプレーによって徐々に状況を有利に変えんと現在攻撃を展開している模様です。その軸になっているのは山口大学10番の木下です。池田高校出身のプレーヤーです。山口大学セカンドダウンファイブ。今度はその10番にハンドオフ左オープン点が測りまして10番そこからカットインしました。攻撃権更新です。山口大学ファースター今度はランによって攻撃権更新いたしました。10番の木下のダンプレーです。さあこれによりボールオンは自陣38ヤードに変わりました。山口大学ファーストダウン10。
ス不成功。今度は1点奥に走り込んだ42番にパス。しかしこれは高知大学も31番見事にカバーし、パス不成功に変えております。ダウン1つ変わりまして、セカンドダウンに変わります。山口大学自陣38ヤードからセカンドダウン点。右にクォーターバック流れて、そこから奥に走り込んだワイドレシーバー99番にパス。99番そこをキャッチしまして一気に独走。残念ながらサイドライン割りましたが、相手陣13ヤードまで前進してのファーストダウンです。見事に前進を更新し成功したのは99番のウコンでした。山口高校出身3回生。さあ山口大相手陣13ヤードからのファーストダウン点。密集点へのランプレーを選択しました。今度はパワープレーで出ました。ランニングバックにボールを持たせまして、レシーバー選手固めての中央へのランプレー、力ずくで約8ヤード近いゲインを奪っております。現在負傷者が発生しているため、レフリータイムアウトが取られています。さあレフリータイムアウト解けまして試合再開です。山口大学相手陣7ヤードからセカンドダウンスイパス不成功。ここでアイフォーメーションからカウンターフェイクでフルバック14番にパスを投じました。しかしこのパス乱れまして、パス不成功でサードダウンに変わります。山口大学サードダウン3。この3ヤードの攻防注目です。さあクイックアドルカの中央ランプ見事決まりまして攻撃権更新。山口大ファースター。ここで直前までハードルを解かず、その終了間際にプレーしまして、相手の守備の混乱つきなして見事攻撃権更新です。山口大学素晴らしい判断で攻撃権更新になりました。14番の中山のランでした。さあこれで山口大学は相手陣4ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。ここでフルバックのランプレー、タッチダウン。ここでさらにダイブ重ねたフルバック14番、そのボールを受け取りまして、そのまま密集点に突入し、エンドゾーンに体をねじ込んでタッチダウン。
見事ここでタッチダウンを重ねました山口大学14番の中山でした。広島情報高校出身3回生です。そしてトライフォーポイントに入ります。キック決まりまして1点追加、山口大学24点、高知大学3点とその得点差広がっております。現在通信環境が不安定なためか若干駒落ちの状態が続いておりますが、何卒ご了承よろしくお願いいたします。さあ山口大学着々とタッチダウン重ねまして、その差を広げていっております。高知大学何としてもこれを覆さんと、ここからリターンで攻撃の展開を図ります。さあ高知はリターンに入る。右奥につきまして自陣38ヤード付近からの攻撃を得ます。高知大学自陣38ヤードからファーストダウン10。ここで高知大パスプレーによってまず最初のプレー、見事ファーストダウン更新となっております。右に展開した11番逆リードのパスながらこれを見事にキャッチ、そこからサイドライン駆け上がりまして攻撃権更新です。高知大学ファーストダウン、見事なキャッチアンドランを決めたは11番の谷林、姫路西高校出身の2回生です。高知大学ファーストダウン10、パス不成功、再びパスプレー、今度は3番がターゲット、しかしオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。高知大学セカンドダウン10、ここでドロープレー、パスに仕掛けてランプレーによって突破を図りましたが、しかしこれは山口大に備えていました。1ヤードのゲインでとどまっております。サードダウンに変わります。高知大学サードダウン9、パスによる突破がありました。ターゲット15番、しかしこれは山口大学10番パスカバーしフォースダウンに変えます。高知大学フォースダウン9、プレーを組みましたフォースダウンギャンブル、このワンプレーに攻撃権更新かけます。これはナイスチョイス、クイックパントです。クイックパントはプレーをすると見せかけ、そのフォーメーションからパントを蹴るというトリックプレーです。相手のリターンする構えをさせない形でパントを蹴りました。
結果的にこれが好判断になりまして、山口大学自陣3ヤード付近での攻守交代となります。ここは高知大学絶妙の判断をいたしました。ボールオンは山口大学陣の1ヤードの位置にセットされています。山口大学攻撃取り返しましたが、厳しい状況からのファーストダウンに入ります。さあ自陣1ヤードからの山口大学ファーストダウン10。そこを抜けます。フルバックのダイブプレーを見事に何枠14番絶妙のステップワークで見事攻撃権更新に変えました。山口大学ファーストダウン、ここでホイッスル負傷者が発生しております。しかしここで素晴らしいランを披露いたしましたのは山口大学14番の中山でした。本日はクォーターバックとしても活躍しております。広島城北高校出身の3回生です。山口大学自陣13ヤードからのファーストダウン点。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクに入ります。現在時計は第4クォーター残り時間6分を指しております。この試合では選手の安全のため各クォーター約30クォーターの際にウォータータイムアウトを監督します。さあこのクォーターも半分が消化した状況になっております。得点差は3タッチダウン差になっておりますが、高知大学はここでなんとかこの攻撃食い止め反撃に伝統その機会を伺っております。それを山口大学振り切らんと現在攻撃に入っております。試合再開です。山口大学ファーストダウン10。ここで QB スニークです。クォーターバックが受けるエナーすぐに中央に潜り込む QB スニーク、意表をつきまして約7ヤードのゲインとなっています。近年はNFL フィラデルフィアイーグルスがしばしば多用しておりますこのプレー、ここで山口大学は使用いたしました。山口大学セカンドダウン3。今度は2枠11番にボールを託しました。11番ハンドオフからスピードに乗って右オープンに展開し見事攻撃権更新果たしております。山口大学攻撃権更新になりましてファーストダウンとなっています。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。見事攻撃権更新果たしましたのはラニー枠11番の木山でした。笠岡高校出身の1回生です。山口大学ファーストダウン10、ボールオンは自陣29ヤード。さあここでランプレーを投入します。テイルバックにトスしまして右オープンへのスイープ、これによりましてブロッカーを生かしまして約6ヤードから7ヤードのゲインを果たしております。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られております。
さあレフリータイムアウトをかけまして試合再開。山口大学セカンドダウン3。見事決まりまして攻撃権更新です。山口大学ファースター、ここでキャリア10番にハンドオフさせましまして、そこから中央を飛び込ませて見事攻撃権更新となっております。山口大学ファースター、見事攻撃権更新果たしたは何人枠10番の木下でした。池田高校出身です。山口大学自陣42ヤードからファースター運転。今度は10番に左オープンを使わせました。ショットガンフォーメーションから左に展開した10番にスナップ、トスをしまして、その10番が見事なフットワークで見事攻撃権更新としています。山口大学ファーストダウン。ここで高知大学が後半1回目のタイムアウトを取りました。攻撃陣の前進を許している高知大学、ここで残り時間も鑑みまして守備でありますが、ここでタイムアウトを使います。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。山口大学相手陣44ヤードからのファーストダウン点に変わっております。ピッチを切った10番右奥に展開し、相手ディフェンスを突き飛ばしながら約7ヤードのゲインを果たしております。また中で倒れているため時計が回り続けます。この時間をいかに消費するかもこの状況非常に重要な要素になってきます。この辺りはさすが経験者、素晴らしい判断をしています10番の木下です。池田高校出身、名門関西の古豪の府立池田高校出身のプレイヤーです。山口大学セカンドダウン3。どこまで行く、エンドゾーン行った、タッチダウン。ここでランニングバック10番にトスをして右オープンを使わせました。そこから10番カットインしまして、相手のディフェンスと逆をつくように左方向に展開、見事なルートを通りまして、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。素晴らしいランを見せまして、このシリーズを見事タッチダウンで完結しました。山口大学10番の木下でした。そしてトライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、山口大学31点、高知大学3点という形にスコアが変わっております。木下ここから左への展開、ルート取りは見事でした。高知大学のタックルを見事に振り切りまして、そのまま一気にエンドゾーンに駆け込み、タッチダウン、追加点を上げる形に成功しております。
着々とその差を広げております。山口大学のキックオフで試合再開となります。さあリターンに入る甲子園、右オープンをつきまして事前に35ヤード付近確保し、この位置からの攻撃に変えます。ここで2ミニッツウォーニングとなります。残り2分を切った格好、2ミニッツウォーニング解けまして試合再開となります。清さんは持っていこうかのメッセージ、おそらくこれは山口大学このまま勝利を目指せというメッセージを取らせていただきます。ここでプレーが乱れました。スナップ見られまして、なんとか甲子園抑えましたが、結果的にはランプレーという形を終えまして5ヤードロスに変わっております。時計回っております。甲子園学セカンダウンに状況変わっています。甲子園学セカンダウン14、パス不成功です。外へ展開していく11番にパスを投じましたが、ディフェンスのカバーありパスを投げ捨てる形で終えました。ダウン変わってサードダウンに変わります。高知大学サードダウン14、ここで大きなプレーが決まった。左に展開した4番にパス、そこから4番相手のタックルを振り切り一気に独走、そのまま最大に駆け上がり一気にエンドゾーンを突入、タッチダウン。ここで目の覚めるタッチダウンパスにより6点返しました。高知大学トライフォーポイントに入ります。ここはキックによる1点を狙います。高知大学ここで、タイムアウトを取ります。後半2回目のタイムアウトを取っております。先ほどのプレーの間に選手交代にトラブルがあった模様です。ここでの交代を避けるためにここはタイムアウトで確実にプレーを止めました。しかし見事なタッチダウンパスキャッチでした。4番左に展開したフラットパターンを取って、そこからディフェンスを振り切って一気に独走、相手ディフェンスはまさにその今日疲れるように無人の荒野駆け上がりまして、一気にエンドゾーン投手で反撃となるタッチダウンを上げております。見事タッチダウン取りましたのは高知大学4番の原田でした。岡山総山高校出身の2回生です。
高知大学トライフォーポイント高専の西尾様、高知大学4番ナイスのメッセージありがとうございます。先ほどから、この4番に対して注目されていたその4番、見事なプレーを披露しました。そのキックを、そしてトライフォーポイントキックを見事決めまして1点追加、高知大学10点、山口大学31点とそのスコア変わっております。さあ、その高知大学のキックオフで試合再開となります。試合時間残り1分7秒となっております。のぶり様、ゴーキャンプラーズのメッセージありがとうございます。山口大学としてもこの試合を次につなげる形に収めるためにこの後の1分間の攻防に注目したいところであります。さあ、高知大学キックオフいたします。山口大学最前列に選手固めました。オンサイドキック警戒の模様です。オンサイドは短いキック、10ヤードを超える程度のキックで自ら攻撃を得るギャンブルキック、これを行使するでしょうか高知大。さあ、いった、オンサイドだ。しかしこれは山口大を抑えました。ですがここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ、果たしてどちらの反則か。キッキングチーム高知大学の反則です。オフサイド、蹴り出す前にボールより前に出ておりました。オンサイド成功させんとフライングする形になった模様です。失礼いたしました、リターンチーム側の反則だった模様です。リターンチーム側のオフサイドです。リターンチームはキックするボールの位置よりも10ヤード離れていなければいけません。先ほどはそれより前に進み出ていました。結果的に5ヤード下がりまして、高知大学はキックオフやり直しです。従いまして自陣40ヤードからもう一度高知大学キックオフです。さあ、オンサイド出た。しかしこれも山口大学10番が抑えまして、山口大学の攻撃という形に変わります。なんとか攻撃権を取り返さんと継続戦とオンサイド完行しました高知大ですが、しかし残念ながら山口大学に攻撃権が移っております。山口大学自陣45ヤード、43ヤードからの攻撃です。ファーストアンテン、山口大学ビクトリーフォーメーション取りました。すぐさま2ダウンしランプレーを終わらせる形で時計を回します。勝利に向けて時間を消費するためビクトリーフォーメーションと呼ばれる体系を取っています。これはいわゆるプレーをせずボールをそのまま保持したまま試合終了を図るという形です。勝者のフォーメーションとも言われています。山口大学セカンドダウン12、2ダウン、時計を回しましてそのまま試合終了を狙います。ここで試合時間なくなりました。試合終了になりまして、山口大学ギャンブラーズ31点、高知大学マリコーズ10点、山口大学勝利しまして決勝進出です。
甲子園を目指すそのトーナメントにふさわしい熱戦となりました。双方最後まで手を緩めない激闘でした。両チーム首脳陣双方の健闘を称え合っております。甲子大学惜しくもここで今季終了となります。しかし苦しい時期乗り越えました。見事決勝トーナメント出場、見事な復活劇を見せていただきました。来季に期待ができる素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。そして試合見事決勝進出です。今季メンバーの中には4回生おりません。全て1回生から3回生というまさに厳しいシーズンという形になっております。しかし3連覇畑さんとついに決勝に駒を進めました。さあここで先に名乗り出ましてこれより決勝に備えます。果たしてその相手となるのは次に控えます広島大でしょうか島根大でしょうか。まもなくその一戦が控えております。そして甲子大学見事に戦い抜きました。その最後の挨拶に参ります。素晴らしい復活の試合でした。お見事です。マイコースナイスファイトでした。さあこれによりまして決勝トーナメント進出しましたが山口大学となりました。これにより甲子大学は今季終了という形になった子たちのその一戦となります。そしてその対決戦相手となります試合はこの後に控えております。この後に控えておりますが広島大学島根大学の一戦14時キックオフの予定となっております。これによりまして今季の中四国の勝者を決める決勝戦の進出者が決まります。果たしてどちらのチームがこのトーナメントの頂点を競う戦いに進みるでしょうか。注目の一戦後ほど配信の先を変えましてこちらで再び放映させていただきます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速お武器車少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは武道だが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。その主人その2人を案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり影のため一度は離れた仲間に仲間が戻り脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれより劇的に世界が動き変わります。それは大学高校で名を轟かせたスタープレイヤーがまたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に伸ばすのかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物に対して勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語をかつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を私はこれこれも愛し応援したいと思います。さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目であったでしょうか。その続き楽しみとしつつこの配信一旦終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。この後に続きます一戦もお送りさせていただきます。本日の配信は中四国アメリカンフットボール協会の許可を得て実現いたしました。その配信実施いたしました私道楽やりちゃんでした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。